不正幹事社毎日新聞社の石川です。この記者会見は不正記者会主催ですが、本日加盟社以外の方から記者会見に参加し質問したいとの依頼がありましたので、幹事社としてお受けしております。お知らせします。報道グループです。会見での質問は不正に関することのみに限らせていただきます。その他政務に関する質問はこの後お願いいたします。また質問の際は社名お名前を名乗っていただくようお願いします。2回目以降の質問の際も同様にお願いします。合わせて手話通訳者が聞き取りやすいように、できるだけ大きくはっきりした声でご質問いただきますようご協力をお願いします。以上です。よろしくお願いします。
ただいまから知事記者会見を始めさせていただきます。はじめに知事よりご説明がございます。知事よろしくお願いいたします。本日は2点です。1点目は新型コロナウイルス関係についてです。現状のご説明とご報告等になります。まず1点目ですけれども、現時点ゴールデンウィークが終わりまして、ゴールデンウィーク中はやはり検査数が少ないということも当然ありました。それによって新規陽性者数の発表数が少ないということはあったと思います。また合わせてこの後人の人流接触の機会というのは非常にゴールデンウィークでやはり増えましたので、当然感染症ですから、それに合わせてその後陽性者が増えるということは当然あると思っています。その分析としまして、今週また来週の頭ぐらいまでを見れば一定その傾向がつかめると思っていますので、注視をしていきたいと思います。検査数と少ない状況、先ほど申し上げた人流が増えて人との接触の機会が増えるということは当然ありましたから、今週は先週のゴールデンウィークの時よりは増えると思います。ただこの新たな波が形成されるのかどうか見極めていきたいと思います。府民の皆さんにおかれましては、基本的な感染対策の徹底をお願いします。とりわけゴールデンウィークが終わって、特に家庭内の感染であったり、職場、学校が始まっていますから、そういったところでの広がり、そういったところをぜひ基本的な対策を実施をして、できるだけ防いでいく。またもし陽性症状等出れば、速やかに検査を受けていただいて、できるだけ早く早期の治療を受けていただきたいと思います。現状ですけれども、7日間の新規陽性者数について横ばいの状態になっています。5月4日から5月10日まで、これは連休中含まれてますので、少し横ばい、4月27日以降横ばいになってますが、この後、昨日今日もそうですけども、少しずつ増えてくるだろうというふうに思っています。これは連休の影響があります。この後どうなるかということだと思っています。次お願いします。陽性率です。この検査数が少なくなる時期ですので、これ陽性率上がってますが、ただちょっとまだ右肩上がりにはなっていない横ばいの状態になってます。この後どうなるかというところだと思います。それから無料検査場についての陽性率は 2% ということで、ここも大きく上がっている状況ではないというのが状況です。次お願いします。年代別の新規陽性者数ですけれども、20代30代の若い方の増加が見られます。このオレンジ色がそうですけれども、ここ最近では20代30代の若い方の新規陽性が増えていると、割合が増えているという状況です。これはもちろん行動範囲も広いと、そしてまた新たな波が起きるときっていうのは、この20代30代が増えてその後起きるというのがこれまでのセオリーですので、ここは注視をしてまいりたいと思います。そしてこの
年代別で見たこの数字上で見た数字につきましても、1以上続く 1.0 以上続く日がこの直近4日間でも続いていると、ゴールデンウィークの終わりにかけて徐々に増えているとこういうことを表しています。見張り番使用4日連続で1を超えた場合というこの場合にこの見張り番使用を鳴らすということになっていますが、昨日の段階で見張り番使用としてはなっているという状況になります。1を超えるという数字、これはその前の検査が少ないという部分も当然これあるとは思いますので、ゴールデンウィーク のそういった特性はあると思いますが、それを見てもやはり人流は非常に多く増加もしてますので、増える傾向にあるというふうに思っています。ただこれが本当に大きな波になるかどうかはまだわからないという状況です。次お願いします。これは推定感染日ベースですので、今4月26日まで出てます。この後これがどうなるかというところを分析をしています。この線については人口動態、人出の状態、南波駅の人出の動態状態を見てますが、ゴールデンウィーク中はもう非常に高いところまで来ているという状況です。次お願いします。 BA2 への置き換わりについてです。 BA2 の置き換わりはほぼ完了をいたしました。ほぼ置き換わっているという状況です。直近見ますと 96.2% が BA2 に置き換わりをいたしました。その前の数字は 91.7% です。でこれはスクリーニング検査でその結果ですけれども、いわゆるゲノム解析による正確に検査をした結果もこちらの通り 90% を超えています。ですのでもうほぼ大阪においては BA2 に置き換わったという状況だというふうに思っています。次お願いします。病床の使用率についてです。現状病床使用率が大きく上がるという状況にはなっていません。重症病床の使用率については 3.2% です。でコロナ以外のコロナは重たくないんだけど、それ以外の病気で重症病床に入っている、ただコロナも罹患しているという方も合わせて 6% という状況です。軽症中等症については 19.7%、20% 弱という状況が続いています。病床使用率については現時点では大きく上がっているということはありません。陽性者も大きく増えているという状況ではないので、これは陽性者と連動して増えたり下がったりしますが、現状陽性者は大きく増えていませんから、そういった状況になっていますないというのが現状です。次お願いします。とりわけ20代30代の方の新規陽性者の方割合が増えていますので、ぜひ基本的な感染対策をお願いしたいと思います。手洗い、マスク、こまめな換気等基本的な感染対策の実施をお願いいたします。とりわけゴールデンウィーク明けでもあります。体調が悪くなった、普段会わない人と会ったという方もよくいらっしゃいますし、お出かけされた方も多くいらっしゃると思います。そんな方、体調が悪くなったという方がいらっしゃいましたら、速やかに検査をしていただきたいと思います。またもし陽性となればできるだけ早く早期の治療を受けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。またワクチンについても今現状空きがある状態ですから、3回目接種まだという方はぜひお願いを、希望される方はお願いをいたします。次お願いします。大阪門についてです。大道ドリンコさんと大使長と連携をしまして、この大阪門の美味しいみかん水というのを府内限定で販売をいたします。その報告です。大阪府の地域活性化といたしまして、この大阪門、そして大使長自身も大道ドリンコさんと連携、包括連携をされています。大阪府も大道ドリンコとしているわけですけれども、今回は3社がタッグになって大使長さんのみかんを使用した新商品を販売をいたします。これがそれ、です。まさに大阪府においては地域活性、環境保全、そして大使町においては産業観光の振興を目的にしまして、今回連携をいたします。大阪門である大使町産のみかんを使用した新商品
です。あの商品名ですけれども、ミウおいしいみかん水ラブジャースということで、これですけれども、府内の量販店それから自動販売機で販売をいたします。来週令和4年5月16日から販売をいたします。また特徴ですけれども、食品ロス削減のためにここで使われているあの大使調査みかんについては、あの一部原材料で規格外のみかん、あのなかなかあの規格外で商品として並べにくいみかんをあの使っているという特徴もあります。あの大使調査みかんは明治10年代から作られているものでありまして、非常にコクがあって味が濃いあのみかんになります。今後の取り組みですけども、この売り上げの一部については環境保全のための基金に売り上げの一部を寄付を大道ドリンクさんからしていただくということになっています。大阪 3R キャンペーンへの、あの支援ということで、売り上げの一部を大阪府環境保全基金にご寄付をいただきます。またあの大使町の小学校で大道ドリンクの社員さんによるですね、環境に関する教育プログラムを実施します。あの大道ドリンクさんも環境問題に非常に取り組んでいるというところでもありますし、大阪府としては府政の課題として当然取り組んでいるという中で、この、まあ、このアルミ缶もそうですけれども、この大阪門を大正の活性化ということで進めるとともにですね、この環境に優しい取り組みを進めていきたいというふうに思っています。あの僕自身も飲んでみましたけど、非常にあの甘くてあの美味しいみかん水ですので、ぜひふみの皆さんもご賞味いただけたらと思います。僕から以上です。それでは府政公務に関する質問をお受けいたします。質問される方は挙手の上社名とお名前をおっしゃってください。よろしくお願いいたします。それでは幹事社さんから前進さん、よろしいでしょうか。よろしいですか。それでは次、読売新聞の山本です。まずコロナの感染状況についてなんですけれども、改めてなんですが、この感染状況について、まあ、注視していく状況は続いていくとは思うんですけれども、まあ、直近で見たときに、その昨日の感染者数はですね、その前週比で比べるとそんなに大きくはなってはいないんですけれども、まあ、今の瞬間的な時点での、まあ、知事の受け止めをちょっと教えていただけますでしょうか。やはり今週そして来週の頭ぐらいまでのこの感染者の推移が重要だと思っています。右肩上がりになるような数になるのかどうか、そこが非常に重要だと思います。もちろん申し上げている通り、減ることはやっぱり前週と比べてないと思っています。理由は2点。まずゴールデンウィークは検査が少なかったと、それからゴールデンウィークで人と人との接触の機会は間違いなく非常に多く増えましたので、人流人出についても道頓堀でも4倍ぐらいに増えたと、非常に多くの方もいらっしゃった、まあ、そういう状況です。ですので感染という意味で言うと、それは増える方向には当然働くというふうに思っています。ですので今週は増えると思いますが、その増え方がやはり重要だと思っています。右肩上がりのように増えていくような状況になるのか、あるいはそうならないのか、しっかり注視をしたいと思っています。今週また来週の頭ぐらいで評価ある程度分析できると思います。ちょっと今の段階ですので、なかなかちょっと分析が難しいかなと思っています。わかりました。次にコロナに関連してですね、ちょっと臨時医療施設についてちょっと質問させていただきたいと思ってます。インテックスの方に整備した大規模の臨時医療施設なんですけれども、これは4月の末に受け入れを停止して、今ちょうど0人というふうになって、閉鎖の方向で進んでいると思います。で、こうしたほかにもスマイルホテルとかの臨時医療施設もあるとは思うんですが、この第7波に向けてですね、一つ病床逼迫した時の受け皿として臨時医療施設というのがあるとは思うんですけども、どういうふうに活用をしていくべきかと、第7波に向けてどういうふうに活用していくべきかと、知事のお考えを聞かせていただけますでしょうか。
もう若い方がですね、どんどんこうコロナ肺炎になって自宅でお亡くなりになるとか、その酸素不足になってしまうっていう状況は第5波まで ありました。デルタ株、それをなんとか防ぎたいという思いで、こういった臨時医療施設、いざという時のための施設を作りましたが、オミクロン株になってそういう状態にはなかなかもうならないと、これはある意味そういう意味では状況はいい方向に動いているという部分はあると思います。で、ホテル療養についても今回非常に増えたという状況にやっぱりならなかったわけです。1万室以上確保しているわけですけれども、その若い世代の方がどんどんそちらの方に行くということにもやっぱりならなかったと。ウイルス自体の病変、ウイルス自体の特性、大きく変わってきているということにもなっていると思います。一方で感染力が強いということで、どうしても高齢者の方、とりわけ施設の方であったり抵抗力が非常に厳しくなっている高齢者の方への感染になると厳しい状況になりますので、そういった方をどうお守りするのかというのがこれから重要になってくると思います。ですので臨時医療施設についてはもう若い方というよりは高齢者で、ただ臨時医療施設はどうしてもそういった寝たきりの方とか介護が必要な方というのはもうそんな臨時施設はなかなか見れないですから、そうじゃない一歩手前の、ある意味元気な高齢者の方、ADL が自立がしっかりできる方用に、その高齢者向けの、ただ高齢者向けといってもやっぱり限界がありますので、このオミクロン株に、合わせたですね、療養型としてできるだけ活用をしていきたい、そう思っています。ただどうしても介護士さんとかは難しいですし、介護が必要になったら難しいですから、基本的にはその方が住んでいらっしゃるご自宅であったり近くの診療所ですぐ治療が受けられる、あるいは往診体制の強化、高齢者施設で入居されている方はそこへの往診への強化、臨時医療施設というよりはもう身近で高齢者の方を治療する仕組みをより強くするという方が重要だと今思っています。分かりました。もう1点なんですけれども、関連してその今 の知事のお考えであれば、今後まだ感染状況分からないですけれども、仮に新たな波が形成されることがあった場合ですね、この受け皿として例えば高齢者に特化したような臨時医療施設っていうのは、これは新たに作っていったりするケースもこれはあるんでしょうか。その高齢者に対応するっていうのは、臨時施設で対応するというのはなかなか簡単にはいきませんので、介護というのはなかなかそういう簡単にはいかないも部分があります。ですので臨時医療施設は むしろ我々も含めてこの現役世代、やっぱり自立ができる方ということが前提になってくるので、これからは臨時医療施設というよりは地域医療で見ていくということの方に舵を切っていく必要があるだろうと思います。だから臨時医療施設で対応しようという発想は少しずつこれから少なくなってくるという方向だと思っています。なので今ホテル療養でも1万1000室確保してますけど、これをここからさらに広げるということは考えていません。やっぱり若い世代がどんどん重症化するという状況にやっぱりなってないことを考えると、ある意味通常医療にできるだけ近づけていくオール医療で、その住んでいらっしゃる方の身近なところで治療ができるようにすると、とりわけ高齢者の方、あるいはもともと病気で何かかかられている方、そこへの体制を強化するという方向に軸を置いていくということになるんだろうと思います。わかりました。ありがとうございました。次に時事通信の八木です。昨日東京都医師会さんが、屋外でのマスクの着用の見直しを提案されました。また松野官房長官も本日の記者会見で人との距離が十分取れていれば屋外では必ずしもマスクは必要ないというような発言もされていますが、知事はこの点についてどのようにお考えでしょうか。賛成です。そうすべきだと思います。とりわけこれから暑い季節に入ってきますので、この熱中症とか
そちらの方がむしろリスクが高くなる可能性があると思います。なので、屋外であったりその距離が取れると屋外で距離が取れるというような状況であればこれはマスクをする必要は僕はないというふうに思っています。ただまあこれはマスクについては普段マスクしてるから外に出てもそのまま、まあ、し続けるというのが便利だからしてる人もいると思うので、まあ、最後はもう個人の判断だと思いますけれども屋外でマスクをすべきだとは思わないです。 だからといって外せというのもなんか違う気はするんですけれどもこれからの呼びかけとしてはやっぱり暑くなってくるので熱中症に気をつけていただきたい、これは呼びかけていきたいと思います。暑い中でマスクをして運動すると熱中症になりやすい、むしろそちらの方がリスク高くなりますし高齢者の方もご自宅で他誰も接触しほとんどない場合に自宅でも熱中症っていうのがあるのでマスクをずっとし続けるっていうのは熱中症との関係でいくとそちらの方がリスク高いというのも当然出てきます。屋外においてはマスクはもう僕は着用は不要だというふうに思ってます。もう一点大阪いらっしゃいキャンペーンについて観光業界からは再開を望む声も多いかと思いますがこちらも来週の対策本部会議で扱いをどうするか決定される予定なのか今の考えをお聞かせください。はい、確かに再開を望む声は多く届いています。とりわけ観光業の皆さん今まで非常にダメージを受けてきてますからこれは再開してもらいたいという声も届いています。先ほども申し上げましたが今週の来週の頭ぐらいまでの感染状況も見極めた上で、その支援策についても判断をしたい、そう思います。合わせて確かこれ、県民割は5月末までというのが原則国に出ていると思いますので、その先、国がどうするかということにもやっぱ絡んでくるとは思いますけれども、6月以降延長に多分となるか何かまだ僕も分からないんですけれども、そこにも絡んでくるとは思いますが、大阪は府としてその5月の22日から1週間だけやるとかそういうことはもう当然やらないですけれどもそれ以降、どうするかということについて、やはりその今週来週の頭大きな波が形成されそうかどうかというのも見極めた上で、判断をしたいと思っています。観光業界の皆さんから声が上がっているというのは十分認識をしています。ありがとうございます。次のご質問は日経新聞さん。日経新聞の三宅です。本日国の方でこれまでのコロナ対策を検証する有識者会議の初会合が開かれました。こちらに対する期待ですとか受け止めあればお願いいたします。ぜひ検証もしていただきたいと思います。そしてやはり今度新しい波が起きたときに対策今全く変更点がありません。じゃあ同じように飲食店に時短要請するんですかというようなことについても方向性定まらないまま今来てます。今大きな波になってないからまだそういったことにはなってないですけれどもこのオミクロン株に合わせたこの対策等について一旦そこはこれまでの分析もしてですね第三者的な立場でこの意見をぜひ出してもらいたいと思います。これからどうするかというところについてオミクロン株に代わって、その検証はぜひ前向きにやっていただきたいと思っています。ありがとうございます。失礼しました。次 NHK さん。NHK の清水です。2点伺いたく思います。まず1点目がちょっと逆向きの状況ではあるんですが、今特に飲食店を利用する際に1テーブル4人以内かつ2時間程度以内という規制が課されていますが、もし感染者がかなり著しく減ってきた状況になった場合においてこれが解消されるというかこうした呼びかけをしなくなる場合があるのか、どういった場合にこれを緩和するご意向があるのか、その条件についてお考えがあれば伺いたいです。今回、
このゴールデンウィークも経て BA.2 も置き換わりもほぼ来ましたけれども、この新たな波が形成されそうかどうか、そこがやはり一つの判断点になると思っています。このオミクロン株の拡大力からするとゼロになること、あるいは大きく下がることは僕はないんだろうとは思っています。ただ一方で熱を持って急拡大するということもこれは当然あり得る話ですから、そうなるかどうかっていうのは注視をしたいと思います。ですので、感染状況、来週の頭ぐらいまでの感染状況を踏まえた上で、その今現在同時テーブル4人以内、2時間程度以内ということをこれはお願いをしているわけですけれども、ゴールドステッカーのお店にもお店にしているわけですけれども、そこをどうするかということは当然議題として考えていきたいと思います。全国的にはほとんどこういった特に都市部では4人程度であったり2時間程度というのはいろんな形でそういったことが要請があると思いますけれども、これもじゃあずっといつまでやるのかということもやはり感染状況も踏まえた上で判断しなければならないだろうというふうに思っています。ありがとうございます。 2点目ですが、第6波に先立って昨年11月に対策協議会という形で6波への備えという形で感染者最大の感染者数の予測であったりとか、それに従って、どんな病床がどの程度の病床が必要かというようなシミュレーションをされたかと思いますが、第7波に向けてこうした数的なシミュレーションされるご意向等はありますでしょうか。現時点で第7波どの程度の波になるかもこれはもうなかなか想定もできない状況だというふうに思っています。ですのでまずは数自体がなかなかもう想定をしてもそれを想定を上回るのがもう常にあったわけですから、そういった意味では大きな波が来てもじゃあ最大限どこまで対応できるのか、対応できる仕組みをどう作っていくのかと、これは第6波で経験をしましたので、保健所の数なんかはそれぞれの保健所でこう増やしたりもしてますけれども、病床については病床の拡充だけではなくてですね、リスクのある場所とかっていうのもかなりもう見えてますので、そういったところへの支援策を強化していくということが重要だと思っています。ですのでそこはオール医療でできるようにですね、働きかけを今まさにしている最終第7波に向けた対策というのはもう何度も申し上げてますけれども、それを着実に広げていくと、これが大事だというふうに思ってます。関連してですが、高齢者施設、特に重症化リスクの高い方が多くいらっしゃる高齢者施設で、当初福祉部と健康医療部で調査した際に、新型コロナ対応、何らかの新型コロナ対応ができる医療機関を確保していると回答された施設が3割にとどまっていて、これは厚労省が全国的に調査した水準の半分程度にとどまっていた状況がありました。高齢者施設で医療が届きにくかったっていう状況について、どんなところが背景にあったと分析されてますか。やはりとりわけ高齢者施設と、いわゆる福祉と医療とのこのミックス、福祉と医療の連携、ここが非常に重要だと思っています。そのコロナについてはコロナ病院が見るんだという発想、そして重症病床もしっかり増やしていくんだという発想があって、重症病床なんかもどんどん増やしていきましたけれども、やはり身近なところで見る、そして高齢者施設と連携している医療機関、ここで初期治療ぐらいはできるようにするということが不十分だったと思います。なのでここを今まさに取り組みを強化しているということです。一軒一軒3600施設を一個一個ローラーしながらですね、もうここはちょっと理解も得ていかなきゃいけません。連携医療機関の理解も得なきゃいけないという立場ですけれども、そこはいろんな協力金等の制度も設けて、そして非常に厳しい状況にもなっているわけですから、医療機関の要請をすると、それを今強化しているということです。合わせて今も120ぐらいの医療機関になりましたけれども、往診、なかなか連携医療機関だけでは難しいというところについては、往診がすぐ行けるようにするというところで120の医療機関
が今もう手を挙げてくれてますので、まあ、そういったところを強化するということが重要だと思っています。また高齢者の検査3日に1回の頻回検査の制度を設けました。で今3600施設のうち1300施設がこれをやろうということで手を挙げていただきました。本当にこれありがたいと思います。障害施設でも190施設をやろうということで合計1500施設がこの3日に1回検査をやろうということで手を今挙げてもらっています。これをさらに増やしていきたいと思います。現状で検査キットは80万キットを配布をいたしました。現時点で、そして10万キットがすでに使われているという状況です。その中で陽性が判明したのが 0.2% です。約200名の方がこの3日に1回検査で陽性が事前に判明したということになっています。これはクラスターを防ぐということでもやはり意義があるというふうに思ってますので、こういった3日に1回、これはウイルスが入り込みにくくするというところでまず対応、そして入ったとして往診で対応できるようにするというのが一つ、そして将来も見越せば連携医療機関で初期治療ぐらいはできるようにすると、この3割というのを増やしていくというところを上げていくということを部長を上げて進めていきたい、まあ、そうすることによってやはりリスクの高い施設に入所されている方をなんとか早く治療が届くように仕組みを作って、でまたできるだけウイルスが落ちにくいような仕組みを作って守っていきたいと、まあ、そう思います。あとはもう非コロナ非医療機関、非コロナ医療機関で入院されている方も高齢者の方多いですから、そこで陽性が出た場合に初期治療ぐらいはできるようにするということにも働きかけをしてますので、これからそういった地域に身近なところでその人が住んでらっしゃる近くで治療ができるだけで届くようにする、とりわけ高齢者の方が多いですからそういった方に届くようにする、そっち側の方向を強化していきたいと思っています。大阪は高齢者施設も確かに多いですし、市内中心部にも多くありますので、その中でも一軒一軒一施設一施設、ローリングしていくということをやっていきたいと思っています。次のご質問は関西テレビの菊谷です。話は変わりますけれども、先日神戸市長が、事実無根の書き込みなどがあるとしてツイッターをやめましたけれども、市長は、ごめんなさい、知事は積極的にツイッターなどで不正についても発信しておられます。改めまして自治体のトップであったり、知事などがこう SNS での発信する意味についてどのように考えておられるか、知事の考えをお聞かせください。神戸市長久本さんの気持ちはよく分かります。やってて、本当に事実無根であったり、もう言いがかりのような匿名の投稿がどんどんなされる SNS の世界で、それは事実としてあると思います。久本さんはそれはやっぱ耐えられないということで辞められたというのはその気持ちは分かるなというのが正直なところです。で我々も一件一件何か匿名ですごい量のいろんな事実無根であったり、もう噂をあたかも事実かのようなことを言ってるのに一個一個に当然反論する暇も余裕も当然ないですから、SNS で言いたい放題みたいなことが事実上まかり通っているということがある。久本さんはもうそういうことも耐えられないということは本当に理解できるなというふうに思っています。これはなかなか防ぐのは、ただ同時に SNS をやるというのはそれも含めて受け入れるということなので、僕自身はいろんなさまざまな自分が考えていることの発信をするツールとしては非常に有効な手段だとも思っています。ですので、SNS 私自身はこれからも続けていくという考え方です。政治家として何を思っているのかということの発信とすれば非常に有効な手段だと思います。ただ一方で誹謗中傷、事実無根がもうありますけど、そういうのはあるもんだという前提で、利用していきたいと思います。ありがとうございます。次のご質問はフランステンさん。フ
フランスでの及川です。吉村さんに公務での発言を公務での会見で伺います。吉村知事は公務中の一昨年4月20日、次のようにおっしゃった。2時過ぎから始まった僕の記者会見、終わったのは4時半、2時間以上、ほぼ全部コロナ、こんなのざら、さらに毎日のぶら下がり取材、記者全員の質問がなくなるまで無制限でやる、橋本知事以来の大阪方式、田崎史郎氏は僕の方針がぶれるだの、危険だの知ったように言うなら、府庁の記者会見に来て聞いてくれよ。このお立場は今も変わらないですか。政治家として発信していることに特に変わりはありません。半年会見に来ておりますが、 2時間以上がザラのはずが一度も立ち会えたことがないんですが、それは偶然なんでしょうか。質問がなくなるまでやるということです。では手を挙げていたら、無制限にやるということですか。その後の公務も当然あります。物理的な制約もあると思いますけれども、それは仕切りの中でやっていくということです。無制限にやらないと。次の質問です。昨日はゴールデンウィーク明け、2日目の平日、吉村さんは登庁せず、大阪府ホームページによれば公務日程なし、休みぼけがまだ取れないんでしょうか。特に言うことはありません。休みボケって何か意味も分かりません。休みボケがあるわけではありません。維新の好きな民営化だったら、ゴールデンウィークが終わって2日目の平日に休むっていうことはまずないと思いますよ。公務日程は秘書課において調整して進めていきます。はい。次に、先日行われた北方領土展についてお伺いいたします。北方四島を知ってますかと吉村知事に伺ったら、歯舞、国後、シコタン、エトロフとおっしゃった。政府の公式見解では、歯舞、シコタンは北海道、国後、エトロフは南千島でと、順番が大事なのに、なんで北海道と南千島列島をごっちゃに言ったのでしょうか。大阪府の展示ではちゃんと区別してありました。特に答えることはありません。すいません、不正公務に関するご質問ということでお願いいたします。はい。大阪副市長について、吉村さんは大阪副市長は諦めないとおっしゃっている。国が2026年までに南海トラフ地震が起きる確率は 70% と推定している。副市長の方が先に消滅してしまう可能性が高いのではないのでしょうか。質問の意味が分かりません。いや、 70% 南海トラフ沖地震、東京よりも大阪の方が被害は甚大です。それなのに副市長を目指してどうするんでしょうか。南海トラフ巨大地震対策はしっかりと進めていきます。大阪府の副市とかも進めていきます。はい。最後に公務の質問、手話通訳がいるのになんでマスクを外して会見やってらっしゃるんでしょう。前の空間が広くて口元が見た方が分かりやすいということだからです。手話通訳がいても重ねてやっていきます。はい、以上です。他によろしいでしょうか。それではこれで記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。マイクを幹事社の方にお返しいたします。本日政務に関する質問ある者ありますでしょうか。
大丈夫です。はい、では朝日新聞の新谷と申します。次の参院選に関連してお尋ねします。元東京都知事 の猪瀬直樹さんが日本維新の会から、全国の比例代表として出馬をする見通しだという報道が一部ありました。副代表としてご存知のことありましたらお願いします。また期待等があれば合わせてお願いします。公認については馬場代表、共同代表、そして藤田幹事長を中心に進めていますので、僕自身が直接聞いているというのは現時点ではありません。猪瀬、さんは本当に知識教養も素晴らしい方ですし、東京都政の経験もおありになる、素晴らしい方だと思っています。ただ今回の参院選に関して何か報告を受けているということもないです。わかりました、ありがとうございます。では別件でもう一つお尋ねさせてください。国会議員がJR の全線にグリーン車を含めて、無料で乗車できるJR パスについてお尋ねします。今見直し等も議論されていて、吉村副代表もツイッターで発言を投稿されていると思います。改めてお考えを聞かせください。電子化をすべきだと思います。でこれはやはりこれはもう廃止すべきだという方ももちろんいらっしゃるんですけれども、やはりこれは東京都心部 の議員とやっぱり地方選出の議員もいてですね、自由に今度行き来をするという観点から今じゃあもう廃止すべきというのはなかなかまずそれ通らないと思いますし、国会議員がルール決めますので、その前に、やはりこれはどういう使われ方をしているんだろうかっていうのをきちんと国民の皆さんにお示しするということの方が重要だというふうに思っています。でこれが必要だとなれば国民の皆さんもやっぱりご理解していただけるだろうと思うんです。で今ああいう不正が出てですね、これはもう出るべくして出てるんじゃないかと私なんかは思います。というのもやっぱり本当に薄いペラペラのプラスチックカードが渡されてですね、何の IC チップも何の本人確認もないような本当のプラスチックカードです。で新幹線で申請するときもなんかもう普通の書店の紙があるんですけども、それに書いて出すだけですので、ある意味これ不正がいつ起きてもおかしくないなというのは僕自身もそういうのを使った経験からもそう思います。なので、普通はその不正では使わないんですけどね。ただこういった立憲民主の民主とかで、今立憲民主の顧問ですかね、県連の顧問化されている方が使われたと、そういう議員であったことが当時が忘れられなかったということで使ったということですけども、やはりその JR パスそのものをそういったプラスチックカードにしておくんじゃなくて、もう電子化をすると、そうすることによって使用履歴とか使用実績とか、もうこれ一目瞭然で分かるということにもなります。また不正もしにくくなります。電子化というのはそういった意味でもぜひ国民の皆さんにきちんと説明していくという意味でも、僕は電子化をやるべきだと思っています。国でもいろんな IT に関する議論等も進む中でですね、自分たちのこの新幹線が JR の無料パスについてはずっとプラスチックカードというのはちょっと違うと思いますし、こういった不正事件があったからこそですね、もう今後二度とそういうことがないように、またどういう使用実態なのかというのをきちんと国民の皆さんにお示しできるように、これは電子化デジタル化、これをすべきだと思います。これについては日本維新の会として提案できるようにですね、僕自身も働きかけていきたいと思っています。ありがとうございます。他ありますでしょうか。
フランス店の及川です。5月18日18時半、東京の阿佐ヶ谷ロフトで、水道橋博士がニシンの好きな公開討論をやります。ただ、維新側の出席者が、名乗り出ない。オンライン参加可能ですが、吉村さんは出ませんでしょうか。特に出ません。私立高校を完全無償化したのは大阪だけと、昨年の総選挙で吉村さんがおっしゃったのを3回確認しましたが、これは事実でしょうか。私立高校についてはもちろん所得制限等はありますけれども、無償化をしています。まあ、所得制限入れると文科省の統計で私立にかかる学費の安さは大阪府が47都道府県のうち43位、つまり4番目に高いということになってますが、これは文科省の統計偽装でしょうか。文科省に聞いてください。はい。今大阪市と大阪府は二重行政でしょうか。できるだけ二重行政を解消できるように進めていきたいと思います。大阪は府と市の首長が維新になった結果、二重行政は前よりは解消されてきたんでしょうか。それと、進んだんでしょうか。ちょっと質問まとめて言ってもらっていいですか。まとめてってめっちゃ多いですよ。これ幹事長ずっとやり続けるんですか。4時がザラじゃなかったんですか。現状は続けてください。端的に。はい。大阪は府と市の首長が維新になった結果、二重行政は前に比べて解消されてきましたか。二重行政はできるだけ少なくしていきたいというふうに思います。はい。じゃあ次に、経済について、お伺いしたいと思います。2022年の2月の CPI 物価上昇指数はプラス 0.9%、携帯料金が下がった分をプラスすると 2.4% です。4月のCPI は日銀総裁によれば 1.9%、そして2ヶ月間で15円も円が対ドルで上がりました。今はインフレだとお考えでしょうか。物価対策については進めていきたいと思います。物価対策は、インフレというインフレとデフレだったら対策は違いますが、今は物価上昇だとお考えでしょうか。物価についてはこれからも上昇をする傾向が高いというふうに思っています。確かに、ロシアがガス供給を2カ国止めた、そして、石油も岸田総理が、ロシアからの、輸入をしないと決めました。ますます上がると思いますが、維新としてはどのような対策を、提案しますでしょうか。維新として内部で議論して進めていきます。内部で吉村さんの考えはどういう考えでしょうか。内部で議論して進めていきます。内部にいらっしゃらないということでしょうか。いや、意味がわからない。組織としての意思形成をしていくということ。意思形成に参加するということでしょうか。何も言わないと、特に意見がないということでしょうか。及川さんの質問に対して意見がありません。はい、わかりました。16時が座談なのに14時51分で終わるみたいですが、以上です。僕がコロナの時にどういった質疑やり取りをしているか調べてもらったらというふうに思います。他ありますでしょうか。すみません、私もいいですか。
毎日新聞社の石川です。5月4日の吉村副代表のツイートですね、軍民学融合の国防力が必要だというこの件に関して5月9日の閣議の場で質問がありました。その場では特に大学などの軍事に関するその研究の必要性の主張されるとともにですね、日本学術会議というのはここはボトルネックになっているということで、それを改める時期に来ているというような説明がありました。これについて少しお伺いします。まず日本学術会議ですけれども、1950年と67年にですね、戦争を目的とする科学技術の研究については絶対に従わない、そして軍事目的のための科学研究を行わないというような声明を出しております。でまずこの声明の内容そのものに関しても、吉村副代表としてですね、どこか問題点があるというふうにお考えなのか、どこまでは賛同できるけれども、どこからは問題なのか、ちょっと具体的に教えてください。まず戦後間もない頃の方針としては、僕は特にそこに異論を唱えるものではありません。なので僕自身がやっぱり思うのは、国際情勢が大きく変わってきている、これに合わせた変革も必要ではないかと、防衛力を高めるための変革も必要ではないかという意見です。なので全否定しているわけではないんです。社会の情勢が戦後と大きく変わっている、国際社会の情勢が大きく変わっている、ここをやっぱり重視しなければならないという危機感があります。また戦後の直後の時代であればともかく、今どういう状況になっているかというと、やはりこのとりわけ20年振り返るとですね、中国における軍事力の強化、これは非常に大きく右肩上がりになっているのが現実です。こういった状況はなかったわけですけれども、これは日本のお隣の国がそうなってきているという、日本の状況とはまた別のものとして、やはり国際社会の状況がそう変わってきているということを認識しなければならないと思っています。例えばですけども、防衛費に関して見ても、中国の防衛費というのは日本の今5倍になっています。物量でいくと完全に自衛隊よりも人民解放軍の方が物量が多いという状態になっているのは、もうこれは誰が評価してもそういうような状況になってきています。そして中国については第一列島線を越えて次は第二列島線に行くという明確なこの国としての方向性を持っている、そのお隣にいるのが我々だということをやっぱり認識しなければならないと思っています。そしてとりわけもロシアについては核をちらつかせて隣国に軍事侵攻をすると、軍事侵略をするというのも、これはなかなか考えにくいことですけども、現実に事実として起きています。現実は変わったと受け止めるべきだと思います。そして北朝鮮は核兵器を持ち日本を火の海にするということを、公言とトップが言うというような状況になっている、まさにそういった中国、北朝鮮、ロシアに囲まれている日本としてどうやって国民を守っていくのか、これについてやはり真剣に考えなければならない時期に来ているというふうに思います。でじゃあどうするのかというところで、もちろん国防費を 2% という議論もあります。僕はそれは賛成です。ただやはり大事なのは、これからやっぱりその人口も減少していく中でですね、人口構造も変わって、国も財政もなかなか厳しいという時に、じゃあ今中国が5倍になっているところでですね、それで右肩上がりにどこまで防衛費を上げれるかと、まだもっと言うとポートフォリオが大事だと思うんですけど、それをどこまで上げれるのかといういろんな制約もあるという中でやっぱ考えていかなければならない。そうすると国民を守る、領土領海領空を守る、もっと言えば自衛隊の皆さんも守るということを考えたときに、最前線に立つのは自衛隊の皆さんが立つという中で、やはり国防力、防衛力を上げていくということが、これはやっぱり考えなきゃいけない、そういう時期になっていると思っています。でその時にやはり新しい技術、民間の技術とか学術の技術、そういったものは今まで防衛とは完全に
切り離してきたわけ、特に学術は切り離してきたわけですけれども、まあ、そういったところも軍防衛で使えるものについてはやはりこの共同で進めていくと、それが日本を守ること、国民を守ることにもつながるとし、そうしなければならないような国際状況になっているというのが僕自身の認識です。だからこれから、今までのことはともかくこれから先のことを考えたときには、やはりさまざまな技術があります。 AI の技術、無人機の技術、量子技術、さまざまな技術がある中でですね、研究技術もある中で、そういった技術も積極的に活用しながら国を守るということを実現するためにはどうすべきかと考えたときに、やはりそこは学の部分はもう完全に切り離すとすればやっぱり難しい。だからその学の部分についても共同で研究できるような、そういった防衛だからもう意味嫌って話そうということはもうやめにする必要があるし、そうしないとなかなか国を守るということも難しいんじゃないかと、こういう考え方で申し上げました。すみません、ちょっとさっき一気に聞いてしまいましたので一個一個確認しますと、まず2つの声明、戦争を目的とする科学研究には絶対に従わない、これはまず賛同いた考え方で一致されているんでしょうか。まず防衛を目的とするものについては必要だというふうに思っています。目的のための科学研究を行わない、これも同じ考えでしょうか。日本の防衛のためにはその科学研究については僕は必要だというふうに思っています。自衛隊に関しても先日専守防衛で国が本当に守れるのかというようなことをおっしゃっておられました。でこのそうしますと軍事をこの積極活用するわけではないんだけれども、まあ、ある種抑止力のために保持する必要があるというようなこういう考え方に落ち着くのか、それを、まあ、学術会議のような話であればアカデミックな場でもそのための研究をすべきというようなお考えなんでしょうか。そのあたりを教えてください。まず強烈な抑止力を確保するということが必要だと思っています。これはもう日本に攻めても大丈夫だと思われた段階で抑止力がなくなるわけですから、これはじゃあどうやってそうならないようにする、だから僕は戦争大反対ですから、絶対戦争を避けたいという考え方です。それみんなが戦争を誰も起こさなければもう何も持つ必要はないので、それが一番いい状況なわけですけども、ただ先ほど僕が冒頭申し上げた状況になっているのも事実です。この攻めもう日本は攻めても大丈夫だと思われた瞬間ですね、そういった抑止力が効かなくなりますから、抑止力を確保するという意味でも新しい科学技術等を用いた防衛力っていうのをきっちり身につけておくということが重要だという考え方です。宇宙にしても宇宙サイバー電磁波っていうのが今非常に重要な領域だと言われて少しずつ進んでますけども、それを見てもやっぱり圧倒的に中国がそこにかけるパワーというのは全然違いますから、またただ日本はいろんな新しい科学技術をがある、またそういったことを持つ国でもありますので、そこをあまりにも防衛と切り離してしまうと抑止力も確保できなくなってしまう。また抑止力と毎日有事の時攻め込まれた時に対抗するというのは非常に表裏一体なところはあるんですけれども、戦争を起こさないために、あるいは侵略されないために我々は何をすべきかというのを考える必要があるということです。憲法9条ができた頃、あるいはその戦後の学術会議の発想も侵略しないというのはもちろんあるわけですけども、もう今の時代となっても侵略されないということも前提に考えなければならない時期に来ているし、そのための抑止力や防衛力、これをつける必要があると。僕は専守防衛ではこれは難しいと思ってます。だからセンター便はやっぱり憲法9条だと思ってますので、憲法9条について、もう今陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと書いて、国の構成権はこれを認めないというふうになっています。自衛隊というのはどこに位置づけられるかもわからないというような状況にもなっている中で、まずはその国を防衛するということについてやはり正面から考えようよと、考えなければ次の世代も含めて非常にリスクの高いところにさらされてしまう可能性があるという危機感を持ってますので、そういう考え方だということです。すみません、もう少し抑止力とかその防衛に関する研究の中には核開発に関する核に関する研究等も含まれるお考えでしょうか。まず核についてはこの核シェアリングをどうするのかというところが、まず僕は核シェアリングすべきだ
という結論ではないですけれども、やはり議論はすべきだろうというふうに思っています。現にロシアは核をちらつかせてウクライナに侵攻しているわけですから、なのでそれが隣国ですからね、我々にとって。で、中国は核兵器も持ってますから、北朝鮮だって持ってるわけです。で、核廃絶っていうのが向かっていく、僕は将来の方向性です。僕ぜひ核廃絶は すべきだと思うんですけど、でも隣国はそう持ってる中で、我々はどうやって国を守るのかっていうところのこの核シェアの議論もですね、まさに持たず作らず持ち込ませずのところの議論についても、結論ありきではなくても、きちんとやっぱ議論をして防衛についてやっぱ考えようというのが基本的な考え方です。なので、なんかこちらが核兵器をどんどん持とうよと言ってるわけではないんですけれども、やっぱり抑止力としてバランスが崩れてるんですね。バランスも保ててるときは良かったんです。20年ぐらい前はバランス保っていたと思いますけれども、バランスが崩れて、ここからさらにまだ崩れそうだというのが現実としてある中で、下向いて知らんぷりしておいて、本当に大丈夫なのかということの議論をですね、やるべきだと思っていますし、それをやっぱり国民的な議論していくという意味では、やはりその自衛隊の位置づけをどうするのかというのが僕は一番大事だろうという考え方です。だから核についても本当は廃絶を本当目指していかなきゃいけないとは思います。ただもう考えもしない、議論もしないというので、本当に日本国民を守れるのかというところのやっぱり議論はすべきだろうという考え方です。もう2点だけすみません。その学術関連でもですね、その軍民学の議論というのは、これは日本維新の会として議論するのか、そしてまた吉村さん自身がですね、積極的に働きかけて党内で議論をこう持ちかけていくのかですね、教えてください。はい、まだこれ日本維新の会の正式な方向性にはなってませんので、日本維新の会にの中に働きかけをして、日本維新の会としてまとめて、いきたいと、そういうふうに思います。もう一歩先すみません。日本学術会議はですね、独立機関というのをですね、独立で職務を行うというのは日本会議法にも定められていますし、このメンバーというのも、法律の中で、学術会議の中で推薦を挙げて、それを内閣総理大臣がその推薦に基づいて任命するというような形式になっているわけですけれども、この日本学術会議の問題がボトルネックになっているということから考えると、こういう法律の改正だとか、あるいは他のですね、政府与党への働きかけとかも行っていかないとなかなかこと動かないと思うんですが、この見直す時期にあるという議論をですね、どういう形で見直しをですね、具現化していこうというふうにお考えでしょうか。まず日本学術会議 もう内閣府の一員でもあります。で、やはりこの国っていうのを考えたときに最も大事なのは国民を守る、この平和に暮らしていける、これが国家として最も重要だと思います。で、それは他国の侵略によって脅かされるということが今はもうすでにウクライナで起きてます。隣国を見ると先ほど申し上げた状況になっている中で、やはりその内閣府の一員たる学術会議として、その圧倒的にこの軍事バランスがこう大きく変更されようとしている、現実にそうなりつつある中で、なっている中で、もちろん日本には日米同盟があるんですけれども、日本自身 その防衛力と見たときにそういう状況になっている中で、やはり、その学術会議自身もこの戦後の頃はそれでよかったかもわからないけれども、これから本当に日本国民を守るというときに、学の部分と軍防衛の部分を完全に分けてしまうと、そこから遠ざけてしまうということは、本当に日本国民にとってプラスなのかと、日本国民を守るという国家の本当の大切な最も大事なところ、学術会議も内閣府の一員なわけですから、そこはぜひ学術会議にも考えていただきたいと思いますし、ある意味ある程度進め方とすれば、まずはやっぱり日本維新の会でその方針が一定まとまれば、いろんな働きかけはしていきたいと思います。いろんな方策があると思います。具体的な方策で何かこうというのは今具体的に出てきているものではないですけれども、まずはその日本維新の会の方針としてまとめていくということが、またはもう手段論になってきますから大事だと思ってますし、日本学術会議の皆さんにもそこはちょっとぜひ考えていただきたいというふうに思って、います。ました。ありがとうございます。他ありますでしょうか。じゃあこれで終了します。ありがとうございました。
歓迎して。フランス店の及川です。関連して、防衛力をつけるために、防衛費の予算を増やすことには賛成でしょうか。賛成です。黒田日銀総裁がコアコア CPI も4月にプラスに転じたとおっしゃっているように、現在は正確に言うとデマンドプルインフレーションです。要因は2つと言われていて、1つの要因が防衛費を拡張することです。防衛費を拡張するとさらにディマンドインプルインフレーションが進みますが、それでも拡大すべきだとお考えでしょうか。日本国民を守るために防衛費については増加させるべきだと思います。おととい伺いましたけれども、自衛隊憲法に明記するということでしたから、海外から見れば、軍隊だと。ただフランスの国防大臣経験者にインタビューしたとき、ちゃんとフォースかアーミーか、区別できていました。吉村さんは自衛隊を英語で言えばフォース、アーミー、どちらにすべきだと思いますか。昨日答えています。自衛隊は憲法上明記すべきだというふうに思っています。ただ明記するだけじゃなくて、フォース、アーミーをまた曖昧なままにしたまま明記するんでしょうか。先ほど答えた通りです。先ほどっていうのが、この間アーミーかフォースかって2日前に伺ってお答えにならなかったので伺ってます。どちらでしょうか。自衛隊を憲法上しっかり明記する、これが必要だと思いますし、国民的議論をする、これが必要だと思っています。じゃあアーミーとフォースについてどちらにするかは考えていらっしゃらないということでしょうか。自衛隊を憲法上明記すべきだと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、他いいでしょうか。はい、ではこれで終わります。ありがとうございました。